今日はマンハッタンとブルックリンを結ぶ橋の一つ、ウィリアムズバーグブリッジの紹介です。こちらはブルックリン側の橋の入り口になりまして、この辺りはウィリアムズバーグと呼ばれている人気のエリアとなっております。ではマンハッタン側まで橋を渡ってみましょう。奥に見える川はイーストリバー、川を渡るとマンハッタンになります。橋の逆側にも、歩道があります。このウィリアムズバーグのイーストリバー沿いには最近多くの高級アパートが建設されております。この橋には JMZ といった地下鉄が走っております。奥に見えるのはエンパイアステートビルディング。徐々にマンハッタンに近づいてきました。橋の途中でこのように逆側に行くことが可能となっております。こちらは逆側から見た風景です。奥に見えるのはマンハッタンブリッジとブルックリンブリッジです。また元の方に戻ってきました。すでにマンハッタンの方に入ってきております。ここを下るとマンハッタン側に到着します。この辺りはローアーイーストサイドと呼ばれるエリアとなっております。